さあやはりリロイ対決になりますか。九州対決、そしてリロイ対決です。選ばれたステージは、おー、ハワードエステート、ふすまステージ、はい、ふすまが3枚あるステージです。このステージはリロイとしてはかなりいいステージですよね。割っていきますね。つまり同キャラ戦であれば自分が使えれば有利になりますし、うん、相手が使ってくるのも警戒しなければならない。ふすま部分に、強い打撃を与えるとコンボに行くことができます。そのふすま側にいかに追い詰めるかも重要になってくる。シルバーのスーツがノロマ、そして黒がゲン、始まりました。ルーザーズクォーターファイナル、まずは残回所、先手はゲンです。運んで、うまい、タイミングを遅らせて、このように補正切りで、この旋風脚を当てることで、その後もダウン王者確定、6割ほどのダメージを与えることができるという、ちょっと難しいつなぎですね。さあしかし、出し切っていく連覇権、これも先ほどありましたね、壁に当たらなくても追撃できる、さばいてる、ソリューモンでさばいた、プレッシャー、リチャース、覚悟し、おお、しっかりと。残して決めていきます。お見事ですね。もうこの1ラウンド目のこの決まり方で両者のプレイスタイルも出ていますよね。ゲンは結構果敢にその反応を生かしながら守りながら前に出るんですけれども、はい、ノロマは当て感があると。当て感いいですね。当て感で迎え撃つ連関拳もその、まあ、LP、LP、両パン LP、うん、これもうカウンターではなくても2発目、3発目というところで、はい、相手をこう巻き込んでいくって使い方がノロマに上手くて、出し切るか止めるかの読み合いですよね、はい。下段を打ち返していくだけ。空中拾っているが壁に当たらず、画面奥に見えます、ふすま、奥のふすま、あそこに相手を連れていきたい。ドライブを潰して連関拳アウターキット。やはりマサ戦でもそうだったんですけれども、ノロマがこのリロイ対決で技打ちのスピードで勝ってますよね。そうなんでしょう。わしかし2回のトーク楽運んで、うまい、ワンマイ旅行の補正切り、うまいですね、うまいですね。カウンターカウンター、すんげー減ってる。しゃがみセンタス、しゃがんでる、わーい、ことです。いい加減にしろというしゃがみでしたね。最大のお仕置き、はい、やはりここまでノルマどんどん出していってる、あの連関拳ハオをですね繰り出していっていますから、ゲームは読み切りました、うん、2-1。わー出た、潜るんです。飛び越えてますね。潜った後に飛び越えることができる。壁やられ、あ、遠い、どうしてきた。しかし、あ、センターでも拾える。しかしこの後もつなぎは難しくなってしまいました。しゃがんでる、読み切っている。ノロマも同じ、同じお仕置きをゲンに返します。壁大きい攻め、どっち中段か、いやー下段でいった。しゃがみステータス、明らかに連関拳を警戒した下段ですね。まず先制はノロマです。連関拳周りの、まあ、当て感っていうところで、やはりノロマがちょっと上回ってるみたいな展開ですかね、うん、そうですね。この表情を見るにしてもゲンの方がちょっと曇りがありますかね。ノロマは本当にあの普段のプレイングのアベレージも高いんですけど、お、キャラクターセレクト、リロイを引っ込めるか、ゲン、あ、シャヒーンできました。元々のメインキャラクターシャヒーン、この間ですね、長崎の方で e スポーツテーション長崎2020って大会があったんですけども、はい、それでもこのゲンはまずリロイを出して、はい、その試合内容によってはシャヒーンに戻すっていうことを何度か、あ、なるほど、いたんですね。やはり連動に自信があるということでしょうね。そうですね。昨年はまあほとんどこのシャヒーン一本でプロシーンを戦い抜いてきましたゲン、はい、実際シャヒーンもその戦えるだけのパワーありますから、そうですね、かなり大会で活躍しているキャラクターと言っていいでしょう、はい、シャヒーン、まあ、基本的な立ち回りの小技の性能が高くて、ダメージ負けしているとき、体力リードを離したいときなどは2択にもいけるキャラクターですよね、はい、運んでいく、おー、しっかりとアドリブでつないで、このダメージで、そして中段、一瞬の出来事はパーフェクト。これがリロイの火力。これゲンとしても接近戦で速い展開を作りたいんでしょうけれども、リロイ相手にそれはちょっとリスキーですかね。上がってしまった、頭がかち割られてしまう。運んで半分です、ガードしている。しかし反撃がね、隙が少ないんですよね、はい、ここは横移動から打
かせていきます。この透かし確定が剣の持ち味。ダブルアップスライディングです。どうなる、右投げ抜けている、ジャブから入っていく、いや打っていきます、出し切ってきました。どうなる、スライディングを、ドライブ、まずは中段、おー、下段をガードしました。これでノロマがリーチ、アッパー空中ヒット、アドリブで繋いでいく、壁いけるか、壁コンボ見事です。中段、壁から逃がしたくないですね、ゲンとしては。しかしスライディング一発で、うわー、残回賞カウンターヒット、うまいぞ、あっと、これはミスになった。いや、しかし、美濃屋のこの連覚拳、これでフォロー、早すぎる、ゲン、知識圏内、もう浮いたら終わっちまうぞ、浮いたら終わる、つえ、これつえ、出したか、あー、ナイスアッパー、ただし、高めを狙ってしまった、これはスクリューさせて、覚悟しろ、レイジャーズです、わずかなコンボミスが、ゲンの元へ勝利を。手繰り寄せました。これで決まる、うん、最後はシャヒーンを信じたゲンでしたけれども、勝ったのはドロマ。ちょっとね、あのリロイがキャラクターサイズが小さめなので、そうですよね、あの LK がちょっと入りづらい、はい、そうなんですね。そしてコンボミスになってしまいました、うん、そこ